アンクとエイジは友情。アンクとエイジは友情じゃないんじゃない？俺はでも、それで言ったら、なんかあんまりこういう言い方をするのもあなんだけど、エイジに友情っていう感情あんのかな？エイジってなんか後藤さんとか伊達さんに対してもそうだし、ひなちゃんに対してもそうだけど、友達ってなんか思う感情持ってんのかな、あいつ。なんかそこがすごいイメージが湧かない。まあ、あんなことあったし。まあ、そう。いや、待ってくれよ。待ってくれよ。北村と思い出してくれよ。あんなことある前から、そこに関してはあいつああいうやつだよ。エイジには親友いねえよ。エイジのことを親友だと思ってるやつがいたんだよ。まあ、仲間とかそういう感覚はあるだろうけどね。友情って言うとまあ違うだろうね。まあ、バディ。まあ、バディはバディなんだけど、だからそこの感覚がどうなんだろうなっていう。友達って言うのかな？例えばなんか、エイジとひなちゃんが一緒に歩いてて、知り合いに見られて、お、日野くんの彼女って言われたら、いや、違いますよ、つって、ひなちゃんですよって言いそうだもんね、あいつ。違いますよ、友達ですよってなんか言わなそうなんだよな。ん？ってなるやつな。たまに垣間見える日野エイジの闇な。だからなんかすごい友達って言葉があんなに似合わない子供番組の主人公っているんだな。すごいピンとこねえ。エイジがなんか誰かのことを友達っていうの。そう、すんげえ冷静に紹介するんだよね。ギリギリバイト先の同僚。ああ、そうだね、バイト先が一緒で、みたいな。そうだね、次回作は、一番友達が似合う上に、多分一番友達ってワードを発した、まあ、仮面ライダーの中では多分一番友達友情って言葉を使った男だろうにね。確かに。まあ、だからまあ、そうだね。でも、まあ、確かにアンクとエイジはお互い、なんかいつも一緒にいる人、っていう感じじゃない？その、利害関係の協力者っていうのが、まあ、なくなるわけじゃない。いわゆる復活した後のアンクというか、まあね、アンクは復活してないんだけど、アンクは復活してないんだけどね、その、しばらくあったじゃん。未来から来たりとか、フォアメタルで一時的にこう、体が再現されたりとか、っていうのが、あった時の、あの二人っていうのは、やっぱりこう、利害関係とかじゃないところにはもう行ってるから、やっぱこう、いつも一緒にいる人っていうのは確かに一番しっくりくるかもね。こう、いて当たり前の存在っていう。それで言うと難しい部分だよな。まあでも、ある意味では腐れ縁かだから。本来であれば、メダルが割れてるところで縁が切れてるはずなんだけど、ひなちゃんも合わせて、二人がアンクのメダルを持ってることによってずっと結ばれてるっていう意味では、縁でね。確かにそういう意味では腐れ縁なのかもしれない。そういうなんか、あ、でも腐れ縁も確か近いのか、そういう意味だと。なんかすごい特殊な関係だね。日野エイジっていうやつがちょっと難しいんだよな。あくまで俺の妄想ではあるけどね。あくまで俺の妄想ではあるけど、なんかエイジがあそこまでこう深く関わったね、相手がアンクだけだったんじゃないかなって、ちょっと思うよね。どうなんだろうね。手を繋ぐことを覚えたエイジをもうちょっとその、ちゃんと、描いてくれてれば、いわゆるその乾いてないエイジの物語をちゃんとその先輩ライダーとしてのその客演とかじゃなくて描いてくれてれば、こうどういう人物かっていうのがなんかわかる前にオーズって終わっちゃったから、エイジって。だからまあ人間味があるっていうか、あ、やっぱエイジもそういう感情ってあるんだなっていうのはちょいちょい描写されてるんだけど、なんかこう人間味はやっぱ見えてこないんだよね。で、不思議なキャラクターだよな。それで言うと。だからなんか、日野エイジを形容するってすごい難しいんだよな。なんか、何の話をしてるわけでもないんだけど、よくこんな難しいキャラクターをメインライターなしで書こうと思ったね。もう何の話してるか、もろバレだけどね。もろバレだけど、やっぱ改めて思うよ。よくこんなね、すごく難しいキャラクターだと思うよ。俺、日野エイジを描くって。